国土交通大臣政務官就任に際し、公表された公式肖像写真、藤野君高は、日本の政治家、元参議院議員、元官僚、妻は料理研究家で、元衆議院議員の藤野真紀子、広島県再起郡20日市長生まれ、広島学院中学校、高等学校、東京大学経済学部経済学科卒業後、運輸省に、 キャリア官僚として入賞。衆議院議員の平口洋とは、中学から大学までの同級生。1973年に、金坂茉貴子と結婚。ニューヨーク、パリ勤務時代に茉貴子は後に料理研究家となる。手法を身につけることとなる。運輸省では、山下徳運輸大臣秘書官、総務審議官、運輸総務局官光部長などを歴任。2000年に退官し、 2001年の参議院選挙に比例代表区からの出馬を表明。2001年に行われた第19回参議院議員、通常選挙に自由民主党から比例代表区に出馬するも、次々点で落選。その後、高祖検事が選挙違反問題で辞職し、2003年に近藤剛氏が日本道路公団総裁就任のため辞職したため、繰り上げ当選となった。 当選後、国土交通委員会委員などを担当。観光立国推進基本法の議員提出及び、成立に尽力。2006年の安倍内閣では、当選1回ながら、国土交通大臣政務官に就任。2007年に行われた第21回参議院、議員通常選挙では、運輸団体の支援を受けたものの、落選。2009年、 財団法人ツーリズムマーケティング研究所研究員を務める。2010年、流通科学大学特任教授就任。現在は、一般社団法人国際観光文化交流協会理事長兼会長に就任。流通経済大学教授。2018年秋の叙勲で、追放中受賞を受賞。運輸省名刊農林出版社、1995年発行。 55ページ社会学部教員紹介流通科学大学ありがとうございます。